こんにちは皆さん、私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山之内幸男です。今日は令和6年2月27日に開かれました工藤会ナンバー3菊池慶吾の控訴審第1回公判について解説したいと思います。実は菊池被告はこの控訴審において言い分を変えてきました。第一審では起訴された6つ全ての事件について自分は関係ない無実であるという主張をしておったんです。まあ結果は全て有罪で無期懲役の判決を受けて、まあ、今回の控訴審になっているんです。控訴審ではその言い分を変えてきまして6つのうちの3つを認めているんですね。内容的には2012年の福岡県警元警察官に対する拳銃による襲撃事件、これは自分の判断で自分が指示して配下の者にやらせた事件である、指示命令のトップにいるのは自分だということを認めております。それから2013年の看護師の死傷事件、野村総裁の手術をした病院の看護師なんです。看護師が野村総裁に対して失礼な態度を取ったということが原因になっておるようですが、刃物での死傷事件は田上被告、工藤会会長です、被告に言われて自分が配下の者に指示してやらせた事件なんだというような認め方をしております。それともう一つ、2014年歯科医師に対する刃物での傷害事件、これも田上被告から指示されて、で自分が配下の者にやらせた事件なんだというふうに3つの事件を認め、うち1つについては自分が頂点にいると、あとの傷害比較的軽い事件の頂点にいるのは田上被告であると言い分を変えてきました。それに対してですね、それ以外のあと3つの事件、防犯運動を展開しておった飲食店の経営者などに対する襲撃なんです。一つは暴力団入店禁止のステッカーを貼っている店が入っているビル2棟を、まあ、放火したという事件、それから飲食店経営者に対する刃物を使っての傷害事件、あのクラブ経営会社の役員に対して同じく刃物で襲撃した事件、こういうのはあるんですが、これは未知らんと自分関係ないと、こういう言い分ですね。むしろ菊池被告って田中組の組長なわけですから、むしろこの防犯運動の事件こそ指示指図してそうな気がしますけども、これはまあ一審通り無実無罪だという言い分です。なぜ言い分が変わったかというところがすごく大事なんですが、野村総裁、田上工藤会会長の控訴審の公判廷の主張を見ればもう明瞭歴然ですね。同じことを言ってるわけですね。田上会長はですね、起訴された4つの事件のうち、元あの警察官に対する襲撃事件、これは菊池の判断でやったんだと、我々関係ない、こう言ってますね。看護師に対する死傷事件、歯科医師に対する死傷事件、これは田上が私が菊池にやらせましたと、自分が指示指図した頂点にいる人間ですと、こういう答弁をしておりますね。それを全く踏襲したような形で今回、菊池被告があの同じ内容の答弁を裁判所でしたわけです。ちなみにこの野村総裁、田上会長の控訴審での言い分のうち、元漁業協同組合、組合長に対する殺人事件、これについては本部長が命令して実行犯のヒットマンにやらせたんだというふうに主張しております。そして現実には実行犯であった人間が法廷に出てきて証言しておるわけですね。この人間はもうすでに無期懲役が確定して刑に服しておったんですが、受刑中証人として呼び出されて証言した内容が私がやりました、本部長に指示されてやりましたと証言をしているんですね。ところが一審ではなんと私は関係ありません、真犯人は他にいますと言っていた人物が総裁の控訴審の公判廷では私がやりましたに代わって、しかも本部長の命令ですって、その本部長の人は確かなくなっているんですよね。そういうふうに言い分変えているんです。まあ何と言いますか、都合の良い辻褄合わせのようにこう受け取られかねないですね。現に検察官は辻褄合わせであるというような反論をしております。このような言い分がですね、裁判
所に通用するのか、裁判所はこういう言い分を信用するのかということなんですが、結論から申し上げますと全く信用しません。表向きは被告人の言い分も聞いているかのような進行をしますけどね、それも腹の中ではね、腹も引っ掛ける気ないですわ、もう全然信用しません。それはもう論外と言っていいでしょうね。菊池被告っていうのはですね、工藤会の本流でありました二次団体田中組の5代目の組長なんですね。2011年7月に野村悟が総裁になり、田上文雄が会長になりした時に、この菊池は理事長、頭と同じ立場、ナンバー3、実質は非常に大きな判断権を持った人物として選ばれた。本流であり二次団体の一番大きな田中組の組長になった、栄誉と誇りを持ってですね、実績を作るために、この翌2012年に防犯の協力店を襲撃し、元警察官を襲撃するという実績を上げた行為のように思われます。まあ、いずれにしましても、控訴審での田上被告、菊池被告の言い分は信用されないとは思います。で、なぜこんな言い分を変えてきたかということについては、田上被告はですね、野村総裁は実際は一切関係ないのに、指揮命令の頂点にいる人物として有罪の判断を受け、死刑という結論を得た。それについてはどうしてもおかしいと思うので、この度真実を述べる理由で一審の主張をひっくり返して事実を認めるという、そういう態度に出たということで、野村被告の死刑をね、撤回させたいと、こういう意図だということを言っております。これは裁判所に信用してもらうのは難しく、非常につじつま合わせのご都合主義の言い分だと取られる可能性強いんです。ただ、元々の発端は裁判所の判断がいい加減なんですよ。裁判所は一審の判断、推認に推認を重ねて、野村被告を有罪とし、そして、死刑判決を下したんです。証拠がないのにですね、勝手には理屈で死刑判決を言い渡している、ものすごくいい加減な判決だと私は思いますね。ヤクザの組っていうのは、トップの命令がなければ下の人間はそれ殺傷行為に及ぶことはできないと、上からの命令があって初めて行くんだと。特に工藤会のような上名下腹のはっきりした統制の取れた組においては、下が勝手に走ることはできない、それがヤクザの行動原理というものだから、上からの命令があると推認するなんてやってるんですけどね、これ間違ってますよ。そういうの上からのいちいちの命令じゃなくって、もう工藤会というところは民間テロを有効な手段として容認しているというんです、民間テロは手柄になるわけです。手柄になって、しかも座布団も上がるし、それなりの栄誉が与えられるわけです。その栄誉を求めて、若い衆が走るという側面があるんですよね。そういうとこ全然無視して、トップがいちいち殺傷沙汰を命令しているって、そんなバカなことありえない。最初の認定がいい加減、いい加減に対して受けてたって、これとこれだけ認めて、これやめといていう、これもね、菊池被告にしても田上被告にしても、これも大概ご都合主義のいい加減な答弁だなとは思いますけれども、どっちもいい加減、要するにこれ証拠ないんですよ。共謀指示命令指図に関して空中戦やってるような感じでして、どっちがどっちとも言えませんね。少なくとも事実の認定に関しては、今回の菊池被告の控訴審における言い分は採用されないでしょう。野村田上被告の言い分も採用されないでしょう。だからといって菊池被告は無期懲役は変わらんと思いますが、野村被告の死刑判決は何とも言えません。もともとがかなり間違ったいい加減な判断に基づいて下している死刑判決ですんでね、場合によったら無期があり得るかなとも思いますけどもね。菊池慶吾被告の控訴審での言い分を聞いて、私は難しい言い分だなというふうに思いました。はい、今日はここまでです。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。